こんにちは。やっほー。鼻むずむずだよ。最悪。朝から鼻がむずむずです。そしてもっと最悪なことが今あって、なんかめっちゃ目が腫れてて痛くて痒くて、そう一旦なんか二重が消えてたんですよ。そうどっちもなんか一重まではいかないけどみたいな肝みたいになってて、そうだから一旦癖をつけてます。最悪。だからメイクしたくない。すごい。なんでだろう。すごく嫌。サプライズレバーさんトリック外れおめでとう。くしゃみ。めっちゃ多分アレルギー症状出てる。寒暖差とかなんだろう出ちゃってるわ。で多分目かゆくて夜中かいたんだと思う。うんそんな気がする。最悪最悪。でも私アレルギーないはずなの。何寒暖差今日昨日わかんない。もうやだ。メイクしよう。最悪ですよ。最悪ばっか言ってるよね。ごめん。寒かったのかな。本当に痒い目が。でもいつも。なのにアレルギー調べたらなかった。こっちがね、痒すぎて完全にね。なんか朝起きた瞬間はどっちもめっちゃ幅広の二重になってたの。そうなんだこの目はと思ってそうめっちゃもうポンポンみたいなってなってて、でまあ顔洗ってとりあえず一旦髪巻いてみたいなと思ってたら、次はなんか一重寄りの二重寄りの一重ぐらいみたいになってて、
もっとなんだこれはってなってもう嫌です、今日は握手会お休み、今日はるぴょん鼻もムズムズだし、本気で今つらい結構本気で今つらいです、かゆい目、しんどい目かゆすぎてしんどい、これは&B のやつ、いいか悪いかはなんかあんま分かんない、美容マジ詳しくなさすぎて、でもファンの方にいただいたから使ってます、スポンジはいいらしい基準謎鼻が強行手段はアレグラ、今日もノーファンデでいきます、なので下地をきれいに塗っときます、あ、これゆきりんさんからみんなにいただいた新作カフェティータイム02番、前の1個前のラブストーリーちょっとだけ色が違うんですよ、まだこっち開けてない、開けよう、
あ、だいぶ色違う。結構違います。全然なくならない。結構使ってる。うちこっち U ピンクでもあんまなくならない。すごいコスパ良い。え、しかも先行発売の前にもらった。すごくない？ありがたい。リップは買いました。あの01、もう一個新しいの、新しい、なんていうの、前にいただいた01とは別で、そう、もう結構使ってて私そのリップ、もうなんか普通になくなりそうと思って、そう、かなり、あ、全然まだあるんですけど、かなり使ってるんですよ本当に。そう、私の中では結構愛用してて、だからもう新しいの買っとけやと思って。まだ全然なくなってないけど買った。これのもう一本同じ色。お気に入り、めっちゃお気に入りです。ミフィちゃん、あ、リップについてるし、シール、メンバーがね、マジみんな U ピンク使ってて、そう、自分のがどれか分かんなくなるので困るからシール貼ってます。今日もノーファンで。楽ちん。マジでメイク落とすのめっちゃ楽だった。うん、昨日ノーファンでハルピョンを見たい方はぜひ。え、てかさ、レーン違うかもみたいな言ったけど一緒だったね。調整してくれたっぽい。なんか、うん、4部と6部と7部でもしかしたらレーンが違うかもみたいな感じになってたんですけど、売り出してた時は一緒だった。よかった。みんなが迷わずに済んだ。
眉毛眉毛眉毛握手会喋らないで見つめ合うだけってありですか？え、逆にそれを先に言ってくれればいいんだけどそう、先に言わずになんかずっと見つめ合うだけを勝手に自分の中でやられてると私は戸惑うので、先に言ってください。あ、今から見つめ合うだけのゲームしようって。そう、私は急に見つめられてもなどっちみたいな、喋なんていうの、喋るのが私も苦手な方なので、そう、喋るの苦手な方もいるじゃないですか、そりゃ。だから喋るの苦手で喋れないのかなって思っちゃうから、先言ってね。そう、見つめ合いゲームねって先に言ってください。ちょっと眉毛整えます、ごめんなさい。しかもさ、剥がしの人もさ、え、これは何の時間ってなるからえ、これは何の時間なんちゃうあ、全然しゃ、その、なんていうの、見つめ合いたいって人もいると思う。そう、喋るのは苦手云々と関係なくね、普通に見つめ合いたいっていう思ってる人も、見つめ合うゲームねって言ってくださいね。私がこれは何の時間ってなっちゃうから、よろしくお願いします。ミスター社交辞令さん、トリック外れおめでとう。外れかわいそう。昨日はあのメイク道具の中からあれを出すのがめんどくて、シェーディング影出すのめんどくさくて、今日もなんですけどアイブロウペンシルのパウダーで影描きます。すいません。昨日連番したお友達がハルピョン可愛いって言ってた、嬉しい、ありがとうって伝えといて。そう、もうめんどくさいの、これメイク道具下から出すのめんどくさいからそうだから、シェーディングももう輪郭もこの残ってるだろうやつでやっちゃう。きっと残ってないもん。広げた後に片付けるのがめんどくさいんですよね。すいません、めんどくさがりで。まあ、握手会のメイクはね、あんまりね濃くない方がとか言って、昨日めっちゃ目元のメイクバキバキにした女が言うんですけど、ハロウィンだからね。
嬉しい。早速ドボンライブ。なんか昨日ハルピョンを知るにはどう何を見たらいいですかって言われたから、ドボンライブを見てくださいって言ったら、映像そこ入ってないって言われたけど、もう早速入ってくれてる。嬉しい、ありがとう。すご、行動力ございます。ウレピマン、ウレピオマン。かわいい、だってありがとう。どうしよう、迷う。目元のメイクを今しないっていう選択肢。会場に着いてからやるっていう選択肢。でも荷物増えたり時間なくなったりするの嫌なんだよね。見えますから、赤っていうかオレンジ。そう、なんかいつも塗ってる眉マスカラの上からもう一回別のオレンジの眉マスカラ塗ったら、ちょっとなんかいい感じなことに気づいて。そう、多分私人より眉毛が濃いんですよね。そうだから、それをなんとかすべく編み出しました。チークだろ。今日のチークもユーピンク。
末防止シートあっても声クリアに聞こえますか？だってなんか一時期あったじゃん、あのお話し会のさ、なんかテレビ電話、あ、通話みたいな、なんか変なやつ。あんなのより全然聞こえる。どうしようかな。とりあえずアイラインを引きましょうか。最悪、今日鼻かむからパウダー持ってこ。最悪です。鼻周りだけ赤くなっちゃう。なんかアイライン決まらない。
さて目元のメイク、え、聞いてください、これ蓋が取れました、最悪。今日はちょっと跳ね上げライン強めなので、ちょっと釣りっぽく、釣り目っぽい感じになってます。あ、でもこの蓋取れたのは今日じゃない、めっちゃ前。どうしようかな。いや、このまま行こう。目尻下だけやってこのまま行きます。まぶたは向こうでやる。ちょっと今まだ触らない方が良さそう。後から完成させるね。なんかそんな気がした。いつもとだからメイク順番違うけど、これはエチュードハウスティアアイライナー、めっちゃ昔に買ったやつ、一撃キットアイズ、これもめっちゃ昔に買ったやつ。まあ最悪上まぶたのアイシャドウいらないかも、別にラメさえ光ってればそんな気がする。まあ多分やるんだけど、持っていくけど、からアイシャドウとこの筆たちと、アイラインも塗ったし、あとなんだ、マスカラ入れてますから、
まつげのまつげだけ、あつからだけやっていこう先に。ブラックコーヒー拭いた？汚いよ。片付けて。なんかめっちゃ笑われてんだけど、なんで？何？こんにちは。前髪は後でやるとして、完成。前髪今日デコ出しでもあり。分かんない、ちょっと前髪やってみて、着替えた後コスプレして、ちょっとそれが合うかどうか、前髪上げてるの試してからにしよう。ちょっと今日ハロウィンだからキラキラさせちゃおう。どっか行った。マスカラの跡。マスカラのピンセット。あ、メガネ。あれ、なんかリップペンシル2個あんだけど、これとこれ。なんで2個もいらんやろ絶対。あ、思い出した、こっちはコンシーラー用に使ってたんだ。そう、コンシーラーをリップブラシで塗るとめっちゃいいっていうのが一時期流行ったっぽくって、それをメイクさんに聞いて、そうなんだと思って、一時期コンシーラーをリップブラシで塗ってたんですよ。そう、使わなくなったリップブラシで。でも今はもうこれです、指原さんプロデュースのリリミューの、これがめっちゃいいんです。これでコンシーラー塗ってる。今最近手だけ、さっきは手だったけど、ごめんって、さっきは手で塗ったけど、ちゃんとやるぞって時はちゃんとやってんだよ。ちょっと今日と昨日のファンデーションなしのメイクの感じがいいので、ちょっと検討。
肌の治安がいい時は。ちょっとこれでもいいんじゃない？基本治安はいいんですよね、うちの肌。何が良くない？なんか、なんだろう、なんかですね。やばい、どんどんラメ足しちゃう。よくない。今はまつげ下げてます。いや、なんか多分今日が私服の握手会だったらきっと目このまま出てたんですよ。この何もしない、なんていうの、上まぶたには何も塗らない状態でも、コスプレだから、そう、目元の印象弱みたいななっちゃうから。クソ、ハロウィンのせいだ。関係ないか。そうなの。とりあえず美容液塗っとくね。これはまつげ美容液です。まつげにいい成分を入れてます。今日のメイク道具これ持っていく。昨日1個も持ってかなかったメイクポーチ、リップだけ持ってった。やば、今日はこれを履く。歯磨き入れる。
充電器入れる。メイクポッチ閉まってないのに持ち上げてしまい中身が出ました。最悪、もうやだ、人生踏んだり蹴ったり。チャック閉めた。ちょっと前髪はちゃんとみんなに会う前にちゃんとやるんで、完成一旦まあほぼ8割ぐらい。ちょっとこのまつげ、ここ今これ癖つけてるんでどうにか。本番までには、みんなに会うまでには綺麗な状態で会いたい。かゆい。という感じで今日の夜配信はちょっとわかんない、先に言っとく。わかんなくって今なんとも言えない状態なので、また明日わかりし、明日じゃないや、今日わかり次第リバースとかで配信しますとかって言えたらなって思ってます。ちょっと握手会終わりのお仕事にどれだけ間に合うかとかにもよるんですよね。なので皆さん改めて言います、ちゃんと時間通りに来てください、よろしくお願いしますということで、それではランキング読みます。いや時間次第では間に合わないのでっていう感じだから、そうちょっとわかんない。いきます、ちょっと待ってね。よし、1位サプライズレバーさん、2位ミスター社交辞令さん、3位くじの大悟さん、4位ネバーストップアットアイドルなんかじゃなかったらさん、5位デスドネイトアット握手会お願いします、名札作りましたありがとう、6位マックミックさん、7位コニタイミズさん、8位ときめきコバピョンアットピョンズさん、9位コウキアットワルピョンの荷物全部持ちたいありがとう、
10位メリーさん、11位アサヒさん、12位クッキーアイスさん、13位佐藤くんさんです。ありがとうございます。ちなみに今日のご飯はドゥ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 、なんだろう、わ全部美味しそうだ、楽しみ。ということで皆さんありがとうございました。また今日の夜できたら、多分できると思うんだけど、配信するのでまた話しましょう。それではまたね、バイバイ、ありがとう、また幕張メッセでお会いしましょう。バイバーイ。